20世紀の転換期になるとですね、まあ、現在と直接地続きになっていると申しますか、今日の考え方としては20世紀の段階に出てきた新しい社会学というものはですね、全部全て、今でも通じます。フロイトって人はですね、19世紀の成果を全部引き受けた上で20世紀へと媒介した、まあ、そういう人だと思います。重要な社会学者デュルケームとジンメルとマックスウェバーっていう、これもね、まあ20世紀初頭の社会学者の、まあ、サンバガラスと言っていいと思うんです。それでですね、まあ、19世紀という段階において初めて社会秩序はいかにして可能かっていう問いに応じたですね、知的な営みが始まっていった。まあ現実に存在する社会自体がすでに説明されるべきものであるということについて強い自覚が出てきた、まあ、そのおかげで社会学ってものが出てきてマルクスも出てきたって話をしてきましたけど、本当の意味でですね、社会学っていうのが成熟するといいますか、20世紀の転換期になるとですね、まあ、現在と直接地続きになっていると申しますか、つまりそこに書いてある言葉はそのまま現在でも当てはまる。もちろん現在には存在、現在も、その時代では例えばその当時まだテレビもないわけですね、その時代の違いはもちろんあるわけですけど、しかし今日の考え方としては20世紀の段階に出てきた新しい社会学というものはですね、全部全て、今でも通じます。でその中でね、その時代の転換の予兆になっている重要な人物は私はフロイトだというふうに思っているんですね。フロイトって人はですね、19世紀の成果を全部引き受けた上で20世紀へと媒介した、まあ、そういう人だと思います。その重要さってのはどこに出てくるかというと、やっぱ無意識ですね、あるいは無意識ってものが持ってる法則性といいますかね、そういうものを、まあ、発見したんですね。無意識ってのはね、どういう感じかといいますと、紛れもなくあなたが思考してるとしか言いようがないのに自分のものとは思えないっていう感じのものですね。例えば昨日私は母のじゃなくて女の人が出てくる夢を見たんです。あ、それどんな誰ですか。いや、それはね、誰かちょっと分かんないんですけど、確実なこと一つあるんですよ、それはお母さんじゃないことだけは確かなんですとかって言ったらするじゃないですか。それはね、お母さんだってことなんですよ、実はね。わざわざなんでお母さんだってこと、つまりこれはお母さんであるっていう思考は自分の中に所属してない感じがするわけ。それが無意識っていうことなんですね。つまり私の思考が私の外にあるように見える、そういう現象が起きる。でも客観的に見ればね、今のだってわざわざお母さんって言うからには何かそこにメッセージがあるってことは我々に分かってしまうわけですから、客観的に見ればある意味であなたに所属しているけれども自分自身の中では主体化できないっていう、そういう現象ですね。これが無意識という現象で、フロイトはその無意識についていろんな仮説を立てて、まあ、とにかく試行錯誤なのでね、一生の間にいろんなことを言うのでね、コロコロ変わっていくんですけれども、まあ、非常に面白い。これね、先に言っておきますと、これはね、私の考えではね、社会の発見ということと直結しているのです。で、フロイトがやったことをですね、意味付けるのにいいと思うのは、これから、まあ、普通に考えられる重要な社会学者デュルケームとジンメルとマックスウェバーっていう、これもね、まあ20世紀初頭の社会学者の、まあ、サンバガラスと言っていいと思うんですけども、まあ、特にね、国は違いますが、デュルケームと関係づけてみると分かりやすいです。
デュルケムって人はフランスの社会学者で、まあ実は有名な社会学者の中で最初にですね、大学の教授になった人と言っていい。僕らこうやってエスタブリッシュされた大学なんかで教わるので、みんな大学かなんかの立派な職を持って、研究室で研究してたのかなみたいな思いたくなりますけど、そんなことはないんです。デュルケムがですね、最初の、つまり彼がそこに着任するために作られたっていう感じですね。で、まあそういう形ですけど、そのデュルケムはとにかく社会学者らしい社会学者なんですけれども、結論を言うとですね、この時代ですね、重要なことは、私は社会の発見ということを言いましたけど、つまり、個人とは独立した形で動く社会っていう、ものがある。その感じがね、19世紀の段階でももちろん直感的には認識されてるんですけど、非常にこう、意識化されるんですね。で、その、典型がですね、ディルケームという人なんですよ。で、例えばディルケームの本でですね、まあ、皆さんお読みになるとしたら、僕は、まあ、一番おすすめなのはですね、自殺論という本です。これはですね、ちょうどフロイトが無意識の発見をしてた時期に、まあ、フロイトのことなんか知らずに作ってる本なんですけども、どういうことを研究しているかっていうと、ヨーロッパを見るとですね、自殺率が非常に高い地域と低い地域があるんですね。で、まあ自殺の原因はですね、まあ一定それぞれみんなあるわけです。倒産してしまっちゃっただとか、恋愛に失敗したとか。だけど、なんか恋愛が成功しやすい地域としにくい地域があるわけじゃないんですよね。で、どうしてそういうことになるんだろうかと。で、そうやって調べていくとですね、例えばヨーロッパだとキリスト教のですかね。ただキリスト教でもいろんな、まあ、プロテスタントとカトリックと。で、まあ、結論的に言うとね、プロテスタントの地域の方が自殺率が非常に高いんですね。デュルケムが発見したのは。で、プロテスタントもカトリックもですね、自殺は神に対する冒涜ですから本当はいけないんですよ。プロテスタントは許されてるわけじゃないんです。それなのにどうしてそうなるのかと。まあ、結論的に言うとですね、カトリックっていうのはこう、集団主義的というか、教会で人が集まったりみたいな。それに対してプロテスタントは非常に内省的というか、個人の中で。で、これがね、非常に、つまり、プロテスタント地域とですね、カトリック地域では、まあ、コミュニティの、まあ、簡単に言うと、つながりといいますか、絆といいますか、まあ、デュルケムの言葉は、ソリダリテ、まあ、要するに連帯といいますけど、その連帯の強度が、だいぶ違うんですね。で、その連帯の強度が高いところの方が、自殺率が低いということが分かったわけです。そうするとね、まあ、要はですね、自分では意識していないけれども、社会ってものの、まあ、例えば、同じ倒産しても、カトリック教地域の人は自殺しなかったりする。それは、その社会にある、こう、社会そのものの論理で決まってるわけですね。この個人の意識から独立に動いている社会っていう感覚と、個人の意識の中に属していない、いないように感じられる無意識っていう領域との間にはですね、似たような関係があるわけですね。だから、無意識の発見、同じものを人間の心に属して言えば無意識になるし、集合的な全体で考えると、実はその社会っていう現象になっていくんだという感じです。ですから、フロイトとデュルケームはある意味で、非常に同時代性があるわけですね。ジンメルはね、なんて言いますかね、社会、人間観察のね、非常に鋭い人なんですね。相互作用っていうか、相互行為ですね。インタラクションってものに、どういう形式があるかと。例えば、僕が好きなエッセイはですね、橋と扉っていうエッセイ。これだと文学的なエッセイなんですけど、でも、すっごく学問的な着想がす、あの、詰まってるわけですよ。例えばね、橋っていうものにはですね、人間の関係ってものを作る、形式というものが、独特の形で埋め込まれている。それはまず結合ですよね。こちらの向こうを結合する。でも結合したいっていうことが起きるということは、分離されてたってことなんですよね。分離があるがゆえに結合が生じる。
で、それとちょうど逆になるのが扉であると。扉はつながっているから作られるわけです。もともとつながっている、結合しているからそこにつながる。で、どちらも分離と結合の総合によってできているけど、分離があるがゆえに結合されるって方向に向かう橋とですね、結合しているがゆえに分離するっていう方向で動いた扉とはちょうど逆ではないかなって。こんなのは例えば観察ですよ。こういうのはね、非常におしゃれですしね、鋭いですね。まあ、人命の仕事ってのはそういうものの積み重ねなんですね。やっぱりでもこの時代においてですね、まあ、重要中の重要ということになりますとですね、マックス・ウェーバーという人になります。まあ、ジンメルとデュルケームは実は同じ年の生まれでですね、1858年だったと思うんですけど、マックス・ウェーバーもほぼ同じ年です。ただちょっと若いですね、1864年。で、まあ、この人はですね、まあ、社会学の歴史の中の、まあ、ある種のピークと言ってもいいかと思います。二人の学者がですね、非常に重要だというふうに考えていて、まあ、それを、なんて言いますか、イメージとしてツインピークスという言葉を使っているんですけど、個人の意識には解消されない、あるいはそれを外から規定するようななんて言いますかね、こうダイナミックなですね、要素ってものがあって、それによって人間の営みを説明しよう、見えない権力によって動かされてるんだよみたいな、コミュニケーション自身、つまり自分の要素自身を自分で作っていくわけです。集団の規模がだんだん大きくなる傾向があるっていうことだけは確実に言えるんですね。これを僕らは乗り越えることができるのかっていうことが、社会学をはじめとする学問ですが、特に社会学っていう学問のね、非常に重要な使命になると思う。